こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、こんにちは。皆さんお元気でしょうか？なんかさっきまで喋ってたけどあまり声が出てないですけど、はい。今日の北海道は天気がいいみたいですね。はい、僕はこのポッドキャストを撮った後にランニングをしに行こうと思います。はい、今日もね N4 をしていきます。今日は何々てもをします。はい、話の流れと逆のことですね、反対のことを言いたいときに使います。これもすごく使いやすいのでぜひ練習してマスターしてください。ということで早速例文を作りましょう。雨が降っても出かける予定です。雨が降っても出かける予定です。雨が降っても出かけるつもりですとかでも大丈夫ですね。はい、雨が降ります。雨が降ると普通はあんまり外に出たくないですよね。はい、だけど出ます。出かけますっていう時ですね。そういう時に使います。雨が降っても出かける予定です。はい、次が暑くても汗はかきません。暑くても汗はかきません。はい、これは人にもよるんですけど、北海道ですね、北海道は気温が上がっても湿度があまり高くないので蒸し暑くないんですね。なのであんまり汗かかないんですよ。なので暑くても汗はかきません。暑いけど汗はあまりかかないよってことですね。はい、次いきます。うまくいかなくてもやってみる価値はあります。うまくいかなくてもやってみる価値はあります。はい、そうですね、これは何がいいかな、何でもいいんですけど、例えば何がいいかな、僕が英語で面接を、会社の面接を受けますと、そういう時ですね。はい、うまくいかないかもしれない。だけどこの面接の勉強をすることで、もしかしたら英語のスキルが上がるかもしれないし、英語でのプレゼンテーションが上手になるかもしれないから、うまくいかなくてもやってみる価値はあります。みたいな感じですかね。はい、はい、次いきます。休みの日でも僕は6時に起きます。休みの日でも僕は6時に起きます。はい、これは僕の話ですね。はい、あんまり今休みの日ってないんですけど、会社の時と違ってこのオンラインレッスンは、僕がレッスンできますっていう時間を空けていたらね、レッスンが入るので、あんまりこの日は休みって作ってないんで、あんまり今当てはまらないんですけど、休みの日、いつでもですね、はい、僕は6時に起きます。はい、休みの日、土曜日とか日曜日でも、僕は8時とか10時に起きるんじゃなくて6時に起きますということですね。はい、最後いきます。考えてもよく分かりません。考えてもよく分かりません。はい、どういう時使うかな。レッスンの時にも使えますし、これ僕の気持ちですね。僕の気持ちで、英語のレッスン受けてる時に、なんて言ったらいいんやろ、考えてもよく分からへんなみたいな時に、言わないですけどね、日本語なんで言わないですけど、頭で覚えますね。考えてもよく分からへんなみたいな時に、はい、使えます。はい、
そうですね、はい、こんな感じです、はい、てもの前の文と違うことを言いたいときに使いますね、はい、まあ、僕も本当によく使います。まあ、日常会話でこういうね会話はよく出てくると思います。皆さんも一緒に声に出して練習したり例文作ってみてください、はい。まあ、僕のレッスンではこういう例文を作る練習もできます。それ以外にも日本のニュースを読んだり、まあ、いろんなトピックを話したりとか、まあ、本当にいろいろできます。もし僕と話してみたいと思った方はぜひオンラインレッスンでお話ししましょう。お待ちしています。ということで今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。